皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。先ほど動画アップさせていただきましたウルトラアクションフィギュアのウルトラマンアークなんですけれども、こんな感じでねパーツをつけてまあアーマー装備できるっていう非常に優れたおもちゃだったわけですけれども、ただこの動画内でねこのウルトラマンブレイザーのウルトラアクションフィギュアも出してたんですが、なんとなくこのソリスアーマーをねブレイザーにつけてみたんですよさっき。そしたらね普通にパーツつけることができちゃって、これ他のウルトラマンでもねつけたらおもろいんじゃねっていう感じがしてきたんで、ちょっとねつけれそうなやつ集めてみました。まあ明らかにつけられなそうやつもいるんですけれども、どのウルトラマンがアーマーつけた時にかっこいいかどうか、それを今日は見ていきたいと思います。ではですね、先ほどちょっとやったブレイザーもう一回やってみようかなと思うんですけど、まあ基本的にシュッとしてるウルトラマンで、かつね胸のねここ胸板が変にパーツで分厚くなってなければおそらくいけると思うんだよね。はい、背中のパーツをつけて前のパーツをつけると、はいはいはい、こんな感じで装着できるんですよ。で腕のパーツもこのままつけちゃおうかな。やばこれカラーリング完全にファードランやんファードランよりむしろちょっと強そうやんけ。ほらーすげーいい感じ。マジでファードランアーマーよりもよりファードランめちゃくちゃいいと思いますけどね。じゃあルナもつけてみようか。ルーナーアーマーもつけてみましょう。ルナって俺言っちゃうんだよな。ルーナーアーマーつけていきましょうか。やっぱルーナーアーマーね、この後ろのこいつね、この爪みたいなやつ、これがめちゃくちゃかっこいいよな。ちょっとここの胸の上のところが入らないね。これなんでだろう。ソリスは入ってルーナは入らないの、なんでだ。まあソリスも根元までは入ってないのか。たまたまギリギリ安定したっていう感じかな。というわけでブレイザーはルーナーアーマーをちょっとつけれそうもないね。続いてマン兄さん行こうか。マン兄さん生身でもめちゃくちゃ強いマン兄さんですけどね、アーマーなんてつけたらどうなるんだろうね。あーすげえ、やっぱね体がシンプルだからかすげえ簡単にアーマーつけれますね。はい、ウルトラマンソリスアーマー装着状態でございます。めっちゃいいな。やっぱアークとカラーリングが近いからかね、全然違和感がないですね。いやー強い、絶対強いわこれめっちゃかっこいいじゃん。マン兄さんこれつけるの全然ありだと思うよ。いやこれなんとしてもルーナーアーマーつけたい。ブルーを見たい。俺はブルーのアーマーをつけたマン兄さんが見たいんや。てか逆にこれマン兄さん無理ならほぼいけねえんじゃねえかシンプルなマン兄さんが無理なら他いけねえだろう。どうですか、ルーナーアーマー装着状態のマン兄さんでございます。くっそかっこいいぞ普通にね通常状態でも十分強いマン兄さんがここまでアーマーつけたらもう無敵でしょもうねシールドなんていりませんよ、もうアーマーあれば十分ですいやこれ楽しい楽しい着せ替え遊び。じゃあちょっとこの流れでティガとかどうだ。ティガもね胸パーツがっつり入ってっからな、つけらんないかな。やっぱむずいっすね、ここのパーツががっつり胸板厚くしちゃってるからね、全然ここジョイントに入らないですね。あーポロポロ落ちちゃうな。いやこれ残念だわ。ソリスはどうかな。あソリスいける。ソリスはねやっぱルーナーアーマーと比べるとちょっと余裕があるんだな、内側に。ソリスアーマーいっぱいつけたいつけれるところでいっぱいつけたいね。ティガのソリスアーマー状態でございます。めっちゃ強そうこのねアークとかウルトラマンとかねなかったこのブルーの部分があるっていうだけでカラーがさらに増えて余計ごちゃついた感じのデザインになってますけど、それがまた強そうな感じ出してますよね。めっちゃかっこいい。ゼロ行こっか。ゼロいけるんじゃない？つうか、ゼロはぜひつけてほしい。君ただでさえ普段からアーマーとかつけてんだから。どうよ、これ。めっちゃかっこいい。ああ、いいんじゃない？ちょっと肩浮いてるけど。ちょっとね、浮いてんのよね。ちょっと、ああ、やっぱね、正面だとうまく刺さんなくてさ。あ、これでギリいけるかな。ちょっとあとね、後頭部がちょっとギリだわ。ちょっと干渉ギリなんですけど。でも一応装着はできたね。いや、強そう、強そう。いや、これ赤青あるウルトラマンで、このソリスアーマーつけると、ごちゃつきが非常に良くなるなよ。いや、めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ。やばい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 。でも普通にゼロならありえそうだよな、これ。
ルーナは無理かな。この流れだとなんか無理な気がする。とりあえず背中と胸つけてみるか。あ、いけそう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 だよ、いけそう、いけるかもしれん、いけるかもしれん。ゼロ、ルーナーアーマーめっちゃかっこいい。え、ありでしょ、ありでしょこれ。これ青に青っていうこの組み合わせ最強じゃない。やばい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 。ちょっとゼロはこれだな。ゼロはルーナーアーマーだわ。じゃあちょっと無理って分かってて、ジードギャラクシーライジング行こうかな。人間ね、やっぱやってみないとできるかどうかなんて判断しちゃいけないもんね。あ、無理だわ全然ハマる気しないわ。うん、これはさすがにソリスも無理かな。あ、ソリスを持ってしても無理だねこれはやっぱ胸板がごつすぎるわ。ちょっと難しいね。で最後にこれゾフィーかな。ゾフィーは万人さんとほぼ変わらんと思うんだよな、アーマーつけても。そうですね、スターマークとか全然見えなくなっちゃうからほぼウルトラマンになっちゃいますけど、でも全然やっぱ違和感ないですね。万人さんのかっこよさがそのまま出てる感じがする。というわけで、ソリスアーマーとルーナーアーマーそれぞれで僕の一番いいと思ったやつをちょっとつけてみようかな。はい、というわけでウルトラマンティガのソリスアーマーとウルトラマンゼロのルーナアーマー、この組み合わせでしょ。やばいやばいちょっとアーク霞んじゃうぐらい強そうだもんな、この2体だと。やっぱね、青が入っている体でアーマーつけるとやっぱね、赤と銀しかないアークと比べた時に派手さが出るよね。いや、この2体の組み合わせめっちゃいいですございます。まあ皆さんもね、僕は持ってないウルトラアクションフィギュアとか持ってる方ももちろんたくさんいらっしゃると思いますので、こうやってアーマー感想遊びしてみるのも楽しいと思います。というわけでちょっとしたお遊び感想動画でございました。ご視聴ありがとうございました。Wow, wow, 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 wow.